はい。皆さん、こんにちは。柴崎です。お元気ですか？今回のね、テーマなんですけどね、こちらです。ドットマーカーです。ね。昨日 Amazon でね、これ購入したんですけども、値段はね、1900円くらいだったかな。柴崎はね、今までいろいろな画材をね、見てきているんですけど、これは初めてです。中身が気になるでしょ？柴崎も見てみたいですね。じゃあ、早速開けてみましょう。わ、こうなってるんだ。見てみて。ほら、こんな感じだよ。面白いね、これね。わあ、ちゃんと上に色がついてんだね。2、4、あ、12色ね。12色入ってます。ん？これは、金と銀かな？金と銀が入ってる絵の具が最初からこうセットになってるってのは珍しいね。さて、これではどう使ったらいいかな？ちょっと一本取り出してみますね。よいしょっと。おお。こうなってるんだ。どうです？ね？はいよ。はいはい。まなみちゃんも驚いてますよ。じゃ、キャップだな。これを開けてみるね。あれ？見て。スティックのりみたいになってます、これ。ほら。でも、赤なのに白いな。なんでだろう。ああ、そうだ、多分これはこうやってるうちに色は出てくるんだね。あ、出てきました。ね。ほら、もっと出るから。あ、で、お、だんだんドットになってきましたよ。ほら、よいしょ。あ、ずっと同じ大きさの点で打てるんだね。お、ね、発色もいいですね。とっても赤もね、綺麗に出てます。このキャップと同じ色してる、ちゃんと。素晴らしいね。それでね、まだ実は何か入ってるんですよ。ちょっと見てみます。ここに、これ何か入ってる。よっと。スケッチブック？スケッチブックかな？こっちか。よし。おー。ねえ。ドットマーカーだ、これ。ここに、ポンポンポンって色を塗りなさいっていうことだね、きっと。面白そうだな、これ。これは小さい子供さんが喜びそうだね。ああ、ただこういうのもあるんだ。でもこれ、いろんな色でやったら面白いね。12色だからね。他は？ああ、いいよ。ただ絵じゃないんだな。いろいろ出てるんだわ。なるほど。もっと。お こんな雰囲気あります。ね。これは子供さん楽しめるね。じゃあね、今日はうちにね、孫が来てるんですよ。だから、このね、ドットマーカーを使って、一緒に遊んでみたいと思います。それじゃあ、ちょっとね、孫を呼びますね。はい、ちょっと来てください。はい。それでは、早速、ドットマーカーでやってみよやってみよう。はい、はい、じゃあ書いてみようか。はい。じゃあ、どんなふうにするか。さあ、何ができるか。
しょ。ビーチ。うん、いいね。思わず一生懸命になる。何しようかな。よいしょ。緑も使ってるかな。どんな色するの？紫。はい。はい、できました。さあ、どうなったかな？ちょっと見してね。わ、見てみて。ねえ、こう色はちゃんと赤、緑、青とね、グループして、ここを混ぜこぜしてるなんてね。すごいじゃないか。もう、アートですね。お前なんてことだ？お、優しい絵だね、これは。気持ちの優しさが表れて、とってもね、こうシンプルなんだけど、もう、ほんと、優しいって感じが出てるね。お前の性格ぴったりだ。はい。こんな感じですよ。でね、私の絵はどうなったかっていうと、ちょっと孫に負けちゃうんだけど、これです。はい。わかるかな、何か。ね。一応ね、蝶々とお花なんですね。まあ、そう見えなくてもいいんだけど、色も綺麗でしょ？ドットマーカーです。はい。ということでね、今日はね、孫と一緒にドットマーカーで遊んでみました。ご覧のね、あなたも一緒にお子さんやお孫さんと描いてみてはいかがですか？ということで、最後までね、ご覧くださって本当にありがとうございました。また次回お会いしましょうね。はい。それでは、またねー。またねー。またねー。ありがとう。ありがとう。ありがとう。バイバイ。はーい。